ロシアのアリョンカチョコレート専門店でチョコレートを買ってみます。はい、どうもマリシカチャンネルへようこそ。ロシアモスクワに13年住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてくださいということで。ところで皆さん、アリョンカチョコレートって知っていますか？ロシアのお土産として有名で人気のあるチョコレートなのですが、今日はこちらアリョンカチョコレート専門店にやってきました。ここモスクワにはいくつかこのようなアリョンカチョコレート専門店があるのですが、今日私が来たのは旧アルバート通りです。では今から軽く店内を撮影して私もこちらでチョコレートを買っていきたいと思います。行ってみよう。はい、こちらですね、アリョンカチョコレート専門店に入っていきましょう。失礼します。すごいかわいい、かわいい。そしてね、まずこちらは好きなだけチョコレートを取って重さで値段が決まっていく方式なのですが、アリョンカの他にいろんなチョコレートもありますね。まず店内のね、匂いがすごく甘いチョコレートだわ。あ、見つけました。ほら、これがアリョンカチョコレートです。今ちょうど安くなっていて、100g で84ルーブルになっています。普段だったらね、100g で120ルーブルらしいですけどね、今は84ルーブルになっています。うん、すごい宝箱じゃん。すごいね。他にもね、こんなにチョコレートの種類があるだなんて。あ、これもだ、これもアリョンカだ。かわいいね。すごいね、甘いミルクチョコレートですよ。あ、これはアリョンカのワッフルですね。いくつか買って、オフ会にね、来てくださった方へご馳走したいと思います。ほら、アリョンカ様ズドラストウィッチで、他にもね、このロシアで有名な、バレリーナの絵が描いたブダフナビーニエというね、ジフィールとかチョコレートとかも売ってますね。こちらもアリョンカ。これめっちゃロシアっぽい、かわいい。そしてほらほらほら、こちらが、アリョンカの板チョコです。あのね、私びっくりしたんだけどね、この安くなった69ルーブルっていうのは普通のスーパーで買うより安いです。こっちの方がダントツ安いです。スーパーだったら板チョコだいたい80ルーブルぐらいするんじゃないかなと思うんですけどね、専門店なのにこっちの方が安いとは驚きですね。他にも、そう、さっき言ってたブダフナビエニエのチョコレートとか、あとはこれこれこれ、これもね、買ってきたいと思います。はい、まあ店内の様子はこんな感じなので実際お買い物していきたいと思います。はい、早速ね、こちらのアリョンカのチョコレートだいたい50個ぐらい詰めました。今から重さ測っていきたいと思います。こちらですね、こちらに置いて重さ測ります。はい、置きます。そして、あ、出るね、これ56番。そしたら、あ、出てきました。お値段はこれ50個買って714グラムで856ルーブルとのことです。50個ぐらい入ってるからね、すごいね。続いてはこちらのね、ブダフナビーニエ、これを買っていきたいと思います。3つぐらい買っとこうかな。1、2、3。お買い物が順調に進んでいます。続いてはね、こちらの、丸いアリョンカチョコレートも50個ぐらい買ったので測っていきます。これはもうオフ会でね、渡すものですね。はい、
57番ですよと。あ、出てきましたね。はい、お値段は367ルーブルよいしょ。重さね 0.5 キロ以上で367ルーブルでした。買います。結構ね重くなってきた。はい、あとは何か違う味のねチョコレートを、買いたいと思います。オフ会に来てくれた皆さん一緒に食べましょうね。続いてはねこちらのブダフナビエニーのチョコレートもあったので、買いたいと思います。はい、お、ありましたね、これです。はい、お値段は 300g で358ルーブルです。買います。続いてはねこっちタイプのブダフナビエニーも買います。78番、行ってみよう。はい、で78、めちゃしっぽいですか。はい、出てきた。こちらは、286g で382ルーブルでした。なんかこれだけ欲しいお菓子チョコレートを詰め放題できるなんて子供の頃の夢が叶ったみたいですんごく楽しくて爆買いしちゃいました。ただね、モスクワが今、プラス18度、まあ大体20度ぐらいなんですよ。で日本が猛暑だと聞いていましてプラス35度40度近くあるんですよね。なのでオフ会の時にもしチョコレートが溶けていたらすみません。でもみんなで食べましょうね。待っててください。ではお会計してきます。はい、2072ルーブルでした。カードでお支払いいたします。ラスパイシババイショイ。はい、ということでお買い物終わったので外に出てエンディング撮ります。アリョンカチョコレート専門店いかがでしたでしょうか。とても素敵でしたね。なんかねチョコレート可愛いのいっぱいあるし、本当ね皆さんね、ロシアに来られた時に来てみてください。すんごい楽しいですよ。アリョンカチョコレート食べてみたくなったよという方、オフ会で一緒に食べようと思った方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、パカパカ。はいね、こちら、ロシアの旧アルバート通りからでした。パカパカ。チャンネル登録よろしくね。